ハロー YouTube。 神奈川県某所にいます。神奈川県の屋根ですね。丹沢山地です。右側を山で左が遠野岳ですね。遠野岳は標高1491メートルです。個人的には湘南アルプスと呼んでいます。神奈川県の最高峰は蛭ヶ岳1678メートルになります。一番最高峰ですね。他に丹沢山1567メートル。こちらは富士山です。ちょっとちっちゃく見えちゃいました。この山のおかげで北風が遮られてね、冬場は温暖です。右は大山です。1252メートルです。大山詣で有名ですね。大山とは呼ばないですね。大山です。再び富士山ですね。ちょっとこう場所残念なんでね、ちっちゃく映ります。丹沢山地で深い山ですね。冬場はね、町が雨なら丹沢山地はね、真っ白な雪になります。海底がね、隆起した山なんですよ。海から急にね、海抜が上がっていますからね。1600メートルの急の山でもかなりね、急です。はい、富士山ですね。山はこれで終わりです。一方こちらは海です。相模湾ですね。遠くに見えるのは大島です。伊豆大島はね、東京都になります。品川ナンバーですね。相模湾は少し沖に行くとですね、水深がね、1000メートルを超えています。良い漁場にもなっています。伊豆の漁師まで来るようですよ。伊豆で魚を食べても神奈川県産です。アジの良い漁場になっております。釣り船に乗っても相模湾に行くらしいですからね。下は国道1号線のバイパスです。見晴らしのいい道路です。自動車専用道路で西湘バイパスです。地元巡りの動画でした。それでは地元の山と海でした。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。